金輪湖丸く舎がある、湯布院金輪湖美術館側からの風景金輪湖と、湖畔の天祖神社金輪湖は、大分県湯布市の湯布院温泉にある池である。大分川の源流の一つであり、この池に、朝霧がかかる風景は、湯布院温泉を代表する景観となっている。面積は0.8ヘクタール、周囲約400メートル、水深は約2メートル。 指定から温泉と清水が湧き出ているとともに、5つの河川が流入しており、その中には約摂氏30度の温泉水が流れる河川もある。その温度差のために秋から冬にかけての早朝には、地面から霧が立ち上る幻想的な光景が見られる。また、その霧が、湯布院盆地名物の朝霧の源であるとも言われる。この景色はお盆に霧が乗ってるように見えることから、 キリボンと呼ばれ、ユフインを代表する風物となっている。この池は、ユブ岳のふもとにあることからかつては、竹科の池、竹市探知と呼ばれていたが、1884年に、樹学者のモーリソラクワが、魚の鱗が夕日に照らされて金色に輝くのを見て、金輪子と名付けたと伝えられている。また、ユフイン盆地は古くは大きな湖であり、 金輪湖はその名残であるとの言い伝えがある。かつては、数倍の広さがあったが、数度の地震による山崩れで埋没したために、現在のように狭く浅くなったとも言われる。この池には、船、鯉、ハヤのほか、外来魚のティラピア、グッピー等が生息している。また、この池付近の水路には、絶滅危惧愛類に指定されている貝類の、温泉水ゴマツボが生息している。 JR 九州級大本線湯布院駅から約 1.5km のところにあり、湖畔には共同浴場の下見湯やマルクシャがある湯布院近隣古美術館などが並んでいる。2007年頃から下湯あたりの冬の様子が、だいぶ放送テレビの放送終了時の映像にも使われている。ありがとうございます。